さすがエリート&原石。なんかさ、最後にあった映像とかもさ、なんかミコメットだったりとかしてね。とミコメット運営さん的にもビジネス相手として見つかってきたんかな。運営さん、お仕事待ってまーす。2023年、ミコメット仕事をやりますよ。ねえ。スイちゃんの衣装を着たステラステラーは散々ネタにしてきた成果というか、報いというか、今年も一年きっと楽しいことがたくさん待ってるね。ありがとう。ちょーって僕はのさ、ちょーって僕はがさ、まさかこんな形でなるとは思いませんでしたねと。いやでもね、スタッフさんがね、すごい好きだったんよね、ステラステラ。なんかもう収録の現場とかに行くたびにね、いやーステラステラ好きなんですよって、はい、曲ですよねって、いやーニコさんのステラステラの立てる切り抜きもうねって、休憩の時とかにも聞いてるんですよって、あ、そうなんですか、ありがとうございますみたいな。あとさ、エゴサしたらさ、なんか胸のとこパンパンやみたいな。そうなの、あれ、やっぱあの衣装はさ、スイちゃんが着るからさ、似合うよね。スイちゃんが着るからね、ちょっとミコが着たらちょっと、パンパンなっちゃうのかなーって。なんかもうミコムチっとしてなかった、なんか。やっぱスイちゃんスレンダーなんやなって思ったよね。なんかミコ、ムチっとしてたよね。ちょっと、ブー。バカ、変態、うるさい、もう知らない。もう知らない。バカ変態、ド M だね、 You are 変態、バカ変態、変態、うるさい、もう知らない、もう知らない、もう知らない、ピアン